疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。で、放送の中でさ、ノアが言ってたじゃん、今回 の、 ワンマンのタイトルのそのデザインしたさ、ボーイか女の子かわかんないけど、うん、この子の名前がこれ、稲子くん、ね、俺最初さ、稲子くんって出てはと思ったの。いや俺もね、ハッとか両脇から伝わってきて何かなって、何言い出すんだこの人みたいな。稲子くんの稲子くん、そうだから眉の中に入ってる子だから、もし女の子だったら稲子ちゃん、わかんない、稲子、いや違う、どっちにしろもう、じゃあ 子だし、いやまあもういいですよ、いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ、そうなの、早いこと考えない。どうでした、感想。感想、いや今日はやっぱあのね、司会をしていただけたんで大変楽、楽、うん、と進めやすい感じで、そうです ねえ、でも私すごくありがたいですね。アコースティックギターを人に披露したのマジ今日初めて。あ、そうなんですか。そうそうそう、超初なんですよ。え、本当、そうだよ、そうなん、ソロの時だってエレキでやってたから、うん、あ、全然超初です。え、そう、そうなんだ、そうだよ。てかでも、まあ、オーストラリアでやってなかった。あ、俺が弾いたのか。いや、うん、なんだっけそれ、これなんでしょ、なんかラジオラジオあった、あった、その時も俺そんな家もパカパカって、そんなことないそれはなんか記憶あるそういう時なんかドラマっていいよね。まあ、なるなるなるでもいいか。安上がりだね。安上がり、それはあのドラマ全員を敵に回すよ。あ、まあ、ボーカルは安上がりね。まあ、そうだね、一番ボーカル安上がり、確かにそうだね、そうです、しっけしっけまとまりね、すみません。いや、まあ、こんな感じです。楽しかったです、まあ、そうそう、僕今日わざわざ、これを買ってきて、スルメをね、買ってきてもらったのに食い忘れて、収録中に食べようとしてたんですね、うん、そうそうそう、匂いの問題で、そうそうそう、匂い問題、ね、あ、でみんな食べてる、スメルセクハラみたいな、なんていうの、スメハラ、スメハラ、スメハラ、スルメハラでしょ、スルメスメルみたいなことでいいんじゃないですか今日はありがとうございました。ありがとうございました。やば